皆さんこんにちは、よりよです、今日はハロウィンということでハロウィンコスプレを皆さんに紹介していきたいと思います。今日はちょうどハロウィン撮影会をやっているので、まず1着目を皆さんに見せています。1着目はナースです。まあナース、白猫ナース、まあ白猫ハレンチナースだなを着ています。ここの編み込みがめっちゃポイントで、ここがハート型に開いてるのもポイントです。あと猫耳もね、めっちゃ可愛くないですか今日はこの後にもいろいろコスプレしていくので楽しみにしててください。ではまた。はい、2着目に着替えてきました。2着目は黒猫になりました。いや、なんかもうハレンチすぎてちょっとどこが黒猫なんだろうって感じだけどこんな感じの黒猫になりました。さっきも猫ちゃんの耳がついてたんですけど、今は黒猫です。さっきは白だったんですけど、白黒両方お客さんに楽しんでもらえたんじゃないかなと思っています。これ背中がすごい可愛いんですよね、うん、お尻まで映すと選手かかるから映せないんだけど、すごい可愛いコスプレをしました。この後あと3着着る予定なので、それもお楽しみに。また次の衣装で会いましょう。はい、ということで3着目着替えてきました。これは何だと思いますか？これは魔女です。魔女はでも毎年やってるぐらい割と私の中でも結構好きなコスプレなので、毎年魔女は絶対に入れるようにしてます。で、今年はなんかあの髪を生やしましたこれなんかここがお団子になってて、ここになんかくくりつけるタイプのエクステみたいなやつなんですよ。普段はボブなので長さチェンジしてみました。どうでしょうか？かわいいかわいいよ。これを無理やりあの撮らせてるので、あのマネージャーさんに皆さんは感謝してください3着目の衣装紹介でした。この後まだ2着着ていくので、どんな衣装が出るのか楽しみにしててください。またね。はい、ということで、撮影会何部でしたっけ？4部。はい、4部の衣装です。今回はチャイナになりました。これ分かる？さっきとあのエクステを変えました。めっちゃ可愛くないですか？この衣装とも合うように、選びましたでもね、このお団子のポンポンが途中で外れてしまうアクシデントがあって、すごい大変だったんですけど、その場でヘアメイクさんがさっと直してくれて事なきを得ました。どうでしょうか？ここがハート型に開いているのがポイントです。あとこのエプロンの紐がめちゃくちゃ落ちてきます。すごい大変です。次着るときは絶対止めようと心に誓いました。はい、ということで4分目この衣装で頑張りました。次ラストの5分目の衣装、皆さん楽しみにしててくださいね。またね。はい、ということで、第5部終了しました。まあ、というか今日は私はこれで終わりなんですけども、第5部は花嫁のゴーストになりきってきました。あのポーズでなんかもうゴーストだからずっとこうやってたの。そしたらイオちゃんそれ好きだねって言われてというか、もうゴーストを表すなんかポーズがもうこれしか思いつかなかったって感じなんですけど、まあそんな感じで5部終えてきました。衣装はねこんな感じです。マジであのなんかこんなハレンチな花嫁いねえよって多分言われると思うんですけど、本当にその通りなんですけど、今日はファンの皆さんに喜んでもらうためにこんなハロウィンコスプレしてきました。はい、ということで以上5着ハロウィンコスプレ、どれが好きだったかぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。個人的に、まあ、一番人気そうなのは、まあ、これかなって思ってるなので皆さんもなんか一番多いコメントを予想してコメントしてくれると嬉しいです。ということで皆さん、このチャンネルが面白いと思いましたらチャンネル登録、高評価、そしてね今も言ったみたいにコメントくれると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあねー、バイバーイ。